今回も嫁からの逆襲ドッキリを仕掛けていきたいと思います。今回は嫁がサウナからなかなか出てこないまま倒れていたらドッキリをやっていきたいと思います。まずですね、我が家にはお風呂場にサウナの機能がついてるんですけれども、嫁ピーチャンネルを撮りながら、嫁ピーチャンネルの方でサウナに入りながらちょっとまったりお話しする動画を撮るっていう風に今ハスキー君に言って、でね、まあ普通に楽しくお話をしてるんですけど、しばらく出ません、サウナから。ずーっとお風呂にいます。それでね、ハスキー君が大丈夫って見に来た時に倒れていたら一体どんな反応をするのかっていうのをやっていきたいと思います。嫁ピーチャンネルっていう、そういう別の自分のチャンネルがあるっていうのはすごい便利ですね、こういう時に。というわけでサウナに入っていきます。またお水なくなったら飲んでください。はい、ありがとう。無理だって、無理だって、進んでずに。はーい、じゃあミストサウナ、サウナってみんなそうか、でもあれよね、スチームサウナとミストサウナがあるけど、ミストですね、上からちょっとわーって。お風呂ってどのぐらい入りますか？時間、1時間ぐらいかかる？ヨメピーは、一人で入るときは、まあ、40分とか、多分1時間も入ってないと思うんだけど、2人で入るときは、まあ、1時間半ぐらい。お風呂はちゃんとね、お湯をためて入るととっても幸せ。うん。
大丈夫？大丈夫ですか？大丈夫？ちょっと大丈夫？119か忘れてん。119です。パニックなるなこれ。なるでしょう、なるでしょう。仕返しですよ。あれから、ね、1年越しぐらいのちょうど1年前はね、あなたが死んでみたドッキリをしたの。いやでもなんかすごい嬉しかった。こんなに心配してくれるんやって思って。するやろ。ごめんなさい、すごい心が痛くなっちゃった途中から。いや嬉しい、嬉しい、悲しい、悲しい、苦しくなっちゃった。めっちゃビジったって何やねん。やばい。ごめんね、ごめんね。大丈夫、もう放心状態やね、本当に。やばい、私も、あ、びっくりした。呼ばれたらやばいって思って、てってれってした。同じやろ、同じ。俺も呼ばれたらやばいって思って、すぐやってんけど、うん、俺の場合110番か119番かどっちやろって死んではないやろうなと思って、うん、あったかかったからな、うん、ただただ暑かっただけか。いつからでもめっちゃそのためだけにサウナ入ってたってこと？うん、あっそう。まあだから早く来てほしいなって思ってた。本当に全くね、何もね気づかれずずっと放置されてたらさすがにまあちょっとそろそろと出ようとは思ってた。本当にのぼせたら危ないから。3時間ぐらい来なかったらどうしようかなって思ってた。いやなんか静かなったなって。うん、オチのないダラダラトークが。それはいつものことやろ。動画を見てくれてありがとう。もしモフフちょっと応援してもいいかなと思ったらチャンネル登録ポチッとお願いします。もっと応援したくもええでという方は高評価コメントもよろしくお願いします。ツイッターのフォローやシェアもしてくれたらとっても嬉しいです。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。